こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回はプロがレジェンドの横に乗った道場走行の模様をご覧いただきましょう。ドライブするのはトミー・マキネン、新井俊博、ケン・ブロックといるレジェンドたち。その圧倒的な超絶テクの数々をご堪能ください。それではどうぞ。で、あら行くやせ。すげえ。妙にご機嫌な向井さんを乗せて疾走する98年 WRC ランサー。もちろんドライバーは無敵のトミー・マキネン。チャンピオンのドライビングテクニックはさすがに超一流。それにしても横に乗ってる向井さんは大丈夫かな。欲しいな俺も。心配しただけバカみたい。どうでした向井さん。これ早いよ。早い。それとドライビングはすげえ。すごいすごいすごい。続いては新倉さんが挑戦。そうですね、パワー的にはそうですね。容赦なくプロのテクニックを見せつけるマキネン。速度は速いですね。自分ターンな恐るべしマインズニークラ。こんな状況下でも冷静にリポートしているなんて。到着カーナー、まあ、僕もジムカーナー知って、結構やってたことあるんですけど、すごいジムカーナーのテクニックですよね。こうハイスピードのね。それでは試乗開始。ノムケン技を盗めるんでしょうか。じゃあお願いします。いやーやっぱりね、世界の新井さんの横に乗るのはちょっとワクワクするですよ。まあギアは普通に変えるじゃないですか。 H パターンですよ。ドグミッションみたいな感じでね、アクセルを踏みながらね、クラッチを揉んどるんではなくね、ブレーキ揉んどるんですよ。ほらすごいバイ。おお、左足はねずっとブレーキ。もうね、この辺のスピードがね、ドリフトの肉とは全然車速を上げるらしいのですよ。もうね、切り込み30分ぐらい切っとるですよ。おほぼ真横。今ね、1回転ぐらいカウント当たったんですよ。もう真横ですよ。はえおなんかね、回転がね早い。回るスピードが FR です。目が回る。もしかして飛ぶ気なんですかこの人。怖いわこれ。おお、何も見えない。怖い。これは何も見えんですよ、前が。ね、これは怖いです。いやー、この手のドライバー何を考えてるかわからんですね、本当に。いやー、だいぶ目が回ったんですよ。もうな、飛ぶかと思ってヒヤヒヤしてこ、ね、キュッと来たですね。私もキュッと来ましたね。ブユオクトスピード。まずはフレンドリーにご挨拶。とはいえ自分もプロドライバーで初代 D1 チャンピオン。一発かましてやろうと放った言葉が、 I'm a old D1 チャンピオン。 Old
超過激なパフォーマンスをノーカットでご覧ください。谷口信輝の登場でスタート。ものすごい加速、0100キロ 1.9 秒のこの街ユーデット加速してった。さあそして東洋タイヤゴムライオンの周り、まずはこの周りの大きな成長円から、そしてモンスターバーレル、モンスターバーレル映った8の字、モンスター8の字。さあこの8の字からケンブロック、小さいターンだ、小さい定常円、小さい定常円、ぐるぐる回っていく、ぐるぐる回っていく、モンスターバーレルを軸として、小さい、まだ回ってる、回ってる、回ってる、ちょっといつもより多いぐらい。さあ真っ白にして、今度は駐車トリック、駐車スペース外回りから入っていく、ぐーっと外から見えない、見えないけど入った、入った、入って、回ってる、回ってる、駐車スペースの中で回って出てった、うまい、成功。真っ白だ、やっぱり濃い、やっぱり踏んでる。谷口伸びてる、隣に乗って、あ、後ろで進んでる、後ろで進んでる、これが気持ち悪い、これが気持ち悪い。動画で見たあの走りをまさに特等席で体感できた谷口。 Thank you。 よいしょ。あ、面白い、すごく面白いし、ヨーグルトのショットはやっぱり F1 で使ってグーグー前に進むし、まあ、タイヤのグリップがすごく強いから速いし、これはねやりたくなるね。